32年、昭和32年、仕事は1957年。57年、うん、いやもう70、65年、65年、ああ生まれてないな。だよね、僕は55年生まれだから。ああ乗ったことはさすがにない。ありますね。あ、そうなんですね。当時こっちがメインだったでしょ、高木に登るのは。おお、で、大沼でスケートしたり。ああ、ね、いつ頃までこのケーブルカーはあったんですか。ここは32年にできて42年に廃線になります。あ、じゃあ10年間10年間で、前橋ルート、道が良くなったので、皆さんこちらからバスで、あ、車で登ってみたいな。はい、疲れました。ここをちょっと、しばらくですね、鉄道跡を登って、それから登山道に、確かにちょっとこのケーブルカーの場所っぽいですよね。だんだん疲れてくると熱くなりますね。まあでも動画自体は多分ある程度早送りとかでバーっていって、途中で一回休憩かなんか挟みつつ、その登ろう会のことをちょっと詳しく。おお、ヘリがいたか。びっくりした。ちっちゃいヘリがいた。この細い木の枝ぐらいのがひょろひょろっと。ヘリもいるよね。いるよね。いや、もうちょっと先で熊の子供がなったことある。おお。あ、熊も。だから鈴けるんですね。熊よけの。あ、それで鈴が。で、ホイッスルになりました。なるほど。そして僕はここに鈴鹿がついてる。音なんねえだろ。サイレンス鈴鹿だから。馬娘。そうそう、常に僕を応援してくれてるから。この辺から登山道、あのね、もうちょっと行くともう、はい、登山道は、あ、登山道でこの後はなくなっちゃうんですよ。みたいな階段の方がなくなって完全に山道に入るって感じですね。もうね、川に、川伝いになったんで。へぇー、この上の登山道。あ、そっち行くんですね。うん、あ、この辺からだと登りやすいんです。そうなんです、こういう、あ、登ったら大変なんです。へぇー、はい、確かに、あんなのしなかったら迷うかもしれない。そうだね、ここ曲がると思わないもん。スピードだったら迷わないもん。どこ残っていったら。そうですよね。なんか刺さってましたけど大丈夫？もういらない。ちょっと水で流れてますね。どっちに行こうかな。こっちの方が優しいな。はい、よいしょ。おお、大丈夫？ここで道に、そうです。おお、道らしい感じに。またこんな感じで小風の中だね。おお、ちょっと日差しはない。つい先日あの黒骨は
黒船学園って一つ行ったのが、おー、うん、1年生だね、うん、先月末28日に、学校行事で2年に残ったらしい。へー、小学生で登れる。だから1年生からすごっ子供体力あんな。6歳が登れんだな。我々は10歳も登れなきゃ。僕ら今体力減ってるから。そっか、体重が増えて体力。あ、そう燃費がどんどん悪くなっちゃうから。そうですよね。もう最後締めに800段あるからですもんね。800台の階段持ちだな。ゴロゴロゴロ。もう10年前に行ってたから、あの、スキルスカイランニングって、スカイランニング。スカイライン。水坂をスカイランニング。走るの？走ってんの？おぉ。その、一回ね、階段だけを、はい、上まで登るという競技をね、はい、やったんですよ。うわ、水が滴り落ちてます。ここでは水量が多い時とかは滝になったり。ならないですね、やっぱ、うん、やっぱ染み出て。そうですね、岩から染み出てる感じ、うん、もうちょっと行ったら水量が落ちる。本当は、自分届けみたいなんですけど、何度かやっぱり、年に何度か、
バンドどこにいるか分かんなくなっちゃった。そうですよね。それもあるんだ。熊とかを出るから余計に。で、バンドで言うと、天気のところ以外にもいっぱいバンドができちゃった。で、山とか、登山のアプリがあるじゃないですか。はい。その後にね、その天気山のみんな、登山道が登録されちゃってるんですかね。写真もアップされて、綺麗だねということで、ちょっとリッチのところも見えるようになを出しますか。一休みですね。いやいや、気持ちがいいな。なんで今日こんないい天気なんだろう。ほんと。でも登山って結構今流行ってますもんね。そうね。コロナとかの影響もあって。今その登ろう会の会員とかっていうのは何人ぐらいいらっしゃるんですか。正会員が13、4名だと思うんだ。おー。で、参助会員、まあ、はいはいはい、お金の支援をしてくれるのは今25、6名。助かります。こういうほら杭とかさ、まあ、そうですよね。 さっき結んでたテープとかも一応金がちょっとかかるんで。そうですよね。助かります。そういうとこになんか参加したいなとか、例えばじゃあ寄付だけでもとかって場合はなんかどこかに連絡とかっていうのは、さっき渡した名刺の裏に、はいはいはい、その会の赤城へ登ろう会寄付か、はい、Facebook だけなんだけど、はいはいはい、ページを作ってあるんですよ。でそこからメッセージを送ったりとか連絡してみて入りたいんですけどとかって言った時で、はい、そろそろじゃあまたもう一回募集をかけようかな。3人ぐらい増えますよね。3人ぐらい。実際なかなか作業に出てこられる人がそんなにいないんで。いやでも久保さんなんかもさっきの階段があったでしょ、はい、そう階段上にしたじゃないですか、はい、あの作業の時も久保さんに来て一生懸命やってくれた。そうだったんですね。でも割と登りやすいコース。そうですね、全然僕らは経験ないですけど、うん、やっぱ気持ちよく、ねね、今のところは大沼湖畔から黒尾に登るコースなんかあるんだけど、あれは本当にこんな急な感じ。すごい急な。登山っていうよりもロッククライミングみたいな。うん、本当急なんですけど、ここはまあ割となだらか。本当にまあ、ね、それこそ小学生がね、登れるぐらいっていうことですよね。で、そこもちょっときついんだったらさっきの3階の滝コース。あ、はいはいはい。うん、あそこだとちっちゃい子でもね。そうですね。ゆっくり行けば。さあ、行きましょうか。はい。
間の一番下のところからちょっと下ると、はい、ここにね、水、湧いてる水をね、飲めたりする場所があるんです。あ、湧き水。うん、あ、いいですね。よいしょ。美人の水。なんか湧き水で作られたお酒があるなんて。あの上の残り切ったところに、はい、コーヒーとかビールとか、はいはいはい、ところはね、そっから水を向かって入れたら、今はどうするのかわからないけど、コーヒーとか。あ、はいはいはい。うん、そこよ、日本酒を送ってる感じ。はそこではその水は使ってないと思うけど、あ、そうなんだ。最初はどうだったかな。ビールはあるのか、日本がお酒が売ってて美味しいんだけど、じゃあ、あるかもしれない。さっきもうこれお金を持ってない買うつもり満々で、ね、橋。おー、これは57年。はい、うん、じゃあ商工会の何て言うかな、が一緒に、その、なんかお前、はい、はい、あの、フリートールで言うから、はいはい、へー、もうね、今日は57年にできた橋。そう、この間結構だ。そうですね。17年生まれなんで、はい、ここから上のプリンからね、しょうがないですよね。いいわ、これは時々交換してほしい。40年経ったら中が来るからそうだよね。いや、まだ4年あと5年ぐらいだったら老眼が出てじゃあ5年後またあの橋を越えようか元気か、まだ行けるか。本当だ、お元気ですよね。やっぱ山登りしてるからね、足腰強いっすよね。僕らフラフラしてるのにもう戦闘機って親世代でしょ。60後半、そう、若い親なんかそれぐらいっすよ。あの険しいって書いてたところ、そうです。ここがすぐ登ると、もうそこがあの稜線なんですよ。ほんのすぐ先。あ、でそこまで来るのに結構急な、はい、もうね、登り一本。あ、ただもうこの先すぐ登れば、さっき言った、はい、ピンク色のね、赤ヤシオいっぱい咲くんですよ。お花が。あ、紫になると、うん、ここからもう上もね、だから結構多い。
知り合い広さがさっきの車飛び出したかった。いや、あそこに来た。あそこに来た。最初、管理棟に会えたって言ったじゃないですか。はい、その前、川の向こうの広場になってて、そこが知り合い。600メートル、ね、まだ全然。あれと思って。頑張ろう。なかったっすね、うん、今日こんなにいい天気なのに。でもバイクの人は私ね、来る途中本日だったら、この人に寄せて満タンになる。へぇー、うん、あ、花を見たり、確かバードウォッチングしてる人もいる。あ、バードウォッチング、うん、でも帰ってくる車何軒か、何台か見たんで。そう、早いのね、早い時間ね。キャンプ泊まって、土曜日泊まって帰るのかなっていう、うん。
パー山ぶどう。ああ。このつる。はい。動物もいっぱいそうですもんね。うん。鳥もそうだし。イカも多いってことね。イカも多い。へえ。登山道の赤い、これからもあるんだけど。お尻に行きますよね。おお、もう眼下に。橋に名前とかってあるんですか？なんとか橋みたいな。いや、ついてないです。名前つけていいですよ。はい。それこそ橋が。おお。これも同じ時期ですか？そうです。57年ぐらい。はい。千尋橋。今半分ぐらいは来た感じですか？もう半分は超えてますか？あ、そうなんですか？今のところ大丈夫。階段が怖いけど。階段怖い、マジで。
れいだ。そうですね。人工的に作ったかのような。はい。かっこいいな。ワイルドか。うん。毎朝ここに顔洗いに来るか。いいね。仕事行くないけどね。ヘッドヘッドで。仕事しないで、うん、毎日顔を洗いに来る。ここから登ってきたでしょ。ここが下の。はいはいはい。で、もうだいぶ来たんですよ、ここ。おー、頂上はここが。うん。で、この直線が階段。はい。もうちょっと。もうちょいっすね。うん。もうすぐ、恐怖の階段が。山っぷ。山っぷ。だいぶ来たでしょ。結構登山とかしてる方は、そのアプリ頼りに、うん。何種類かそういうのがあって、で、自分のいるところはわかるんで、一番あっても、そうなんですね。ずれてるねとかね。電波とかがないとやっぱダメなんですね。そう。GPS はだから、ここもね、一部電波が途切れるところがある。ちょっとじゃあ、私も顔だけ上がってください。はい。あ、大丈夫。すいません。ユーさんどうですか？待ってよ。冷たい。冷たい。いかがですか？いや、これは大丈夫なんです。うん。いい天気だな。せっかくだから洗えば。ですね。うん、はい、おやつ。甘いの大丈夫。はい、ありがとうございます。はい、ニコが顔洗ったら。はい、じゃあ。気持ちいいよね。冷たいよね。気持ちいいよね。タオルねえのか。忘れた。なんでだよ。残念。車なんか忘れてきちゃった。車にあるかしかも。坂井さんに持ってきてもらおうか。そうだね。あ、いいね。下から上からやん。上から。どうぞどうぞ。あ、甘いもの。いただきます。じゃあカメラを持った。だってほら、これからエネルギーを引いて階段登ってもらえない。そうですね。登らないと帰れない。うん。ありがとうございます。いただきます。どうも。おお。コープ。すごい絵になる。いやあ、佐藤さん、そもそもこの会に入ろうと思ったというか、あ、会を作った方ですか？もともとこの山登りが好きで、うん、一緒に山登りをしている仲間というか、お探しみたいな。うん、あの、
もう何年前だろう、4、5年前。3年前。あの、みんな黒骨って知らない人多いじゃない。ああ、まあまあ。キリウシの人もね。うん、旧キリウシ。で、黒骨ってすげえ山奥で、下着ダムより向こうだよねってよく言われるんですよ。で、地域おこし協力隊が初めて黒骨に来たときに、そのうちの一人の、北条咲さんっていう女性の方なんだけど、その来た年、やっぱり黒骨を桐生の町の人にアピールしましょうということで、はい、まあ写真展か何かやりましょうか。で、プラスアンカーってあるじゃないですか。はい、あそこを会場にしてっていう話がもうちょっと大きくなって、写真だけじゃなくて、まあ、農産物とか、やり節もやったのかな。で、黒骨の魅力っていうと、まあ、山、自然、まあ、そうですね。うん、自家車はここメインの、登山道だったねっていう紹介を始めたんですよ。で、その頃に、桐生の寺岡さんとかっていう方とかと、やっぱり山、ここを持ってみろということで、登ってもらうには整備しようということで、ね、3年くらい前から始めたんですよ。やっぱりお金もちょこちょこかかるんで、はい、そうですよね。で、今年の春に、まあ、じゃあ会員募ってちょっと会費をいただいて、ということを始めたのが今年の2月に。まだ本当始まったばっかりの、うん、正式にはだから4月年度から活動開始、はい、まあでも年々まあ、キャンプの時もあるし、はい、あそうですよね、登ってくれる人も増えてるし、で SNS でみんなねやっぱり花が綺麗だとかやってるとね、人がどんどん来てくれる。だからやっぱり登山道結構雨が降ったりすると流れたりするんで、はい、時々見回って直して、ぜひ参加してくださいキャンプ離れエリアそうですね確かにすごいいい景色だし、気持ちいいね。うん。やっぱさっき、その滝の時にも言ったけど、うん、2月頃だと滝が凍って、うん、本当、新緑だったり、花だったり、ね、紅葉だったり、うん、四季折々。ちょっと冬場はこっちまで来ると、冬はちょっとね、雪が、うん、あるんだけど、でもね、去年も、あと3月の後半ぐらいに1回、その下に、はいはいはい、滝のところ、うん、冬雪でまた崩れたりするんで、登ってきたんだけど、その階段の先の登山道がもう雪でね、登れなくて、で、しょうがないから階段登っていったんです。階段の方は、そこ日当たりが結構いいんで。ああ、じゃあ結構溶けちゃいますね。うん、一応冬場も登ったりとかはできるってことですね。結構いるんですよ、足は。マジですか、すごいな。うん、やっぱね、冬登る人も好きな人。まあね、言いますよね、冬ならではの景色があるでしょうし、本当その時にしか見られない景色ってね、で大雪がないじゃない、そうですよね、うん、なんかそこまではこの辺は水上とか行っちゃえば行きますけど、そこは豪雪地帯、なんかあの水で顔洗ったら綺麗になった気がする美人の水、美人の水かもしれない歩きやすくなりましたちょっと、そうです、だいぶいや、うん、キャラメルコーンも美味しかったし、確かに甘いものをね、甘いもの取ると体力回復しますね、ぐねった、ぐねった、自分が住んでるね、足をつけたら変なんだよね
速い。今回もすぐに着いた。それがさっき言った水沢教室がこの下に、ね、ある水沢。ああ、ちょっと分かった。前はね、小屋があったんだけど、はい、小屋がね、埋まりちゃったんで。あら。その水は飲めるってことですね。飲めますね。おこれは本当に、ね、岩の間からもうすぐに出てる。へぇ、うん、行ってみたいですか。はい。アイデアこの水ないんだから。明らかにつまずいたけど、うん、わざわざあ、これはね、ケーブルの跡ってですね、うん、この上の紐を見たりした方がケーブルで、水なんかは好きだから、あー、なるほど、うん、さっきの下から前足につながったところではなく、うん、それとは別のケーブル、うん、よくほら、あの畑なんかの山のところでさ、はい、みかんとか積んだり、あ、そういうあれで、へえ、おかみ水、おかみ水、超新鮮、すごいすごい道行きますね。どこ行くんすよ。道っていうかもう、ただの鉄骨。カメラ持ちながらできる？大丈夫だよ。転んだらこれ済むから。旅の方から？ほら。ちょっと組みたいね、これは。うん、水飲み切っちゃおう。汚染水を。すげえ綺麗。
まいわ。冷たいし、うん、水道水となんかやっぱ味が違う。あ、違いますやっぱり、うん、へー、どう違うかまでは分かんないけど、本当、うん、美味しい。神のパワーを感じる。うん、うん、うん、感じる感じる。神になった気がするわ。神になれるの、うん、飲みたいわ。ありがとう。美人の水飲む。うん、え、2号も神の水？神の水を、うん、うまい。目覚めよ神のパワー。CM 来るじゃない。 CM 来ねえ。販売してねえんだよこれ。そもそもがここまで組みに来ないとね。そうだね、うん、おお、ありがとうございます。なんかどうか違うかな、この美人の水と知恵の水は。どこで多分一緒くる。あ、でも違うね。あ、違うところから来てるんですかね。出どころが違うんだ、うん、知恵の水ちょっと汲みにくいか、汲みにくいな。確かに知恵が必要だな。知恵が必要だね、あれ汲むには。ここ行くしかない。あ、なるほど、賢い、うん、賢い。知恵がある人はそこで汲める。もう全然ちょっと靴を脱いで、ね、美人の水は簡単に汲めるから、うん、そうだね。頭が悪い人は美人の水。頭の悪い人は。うまいよね、なんか水道水と違うよね、味がね。やっぱり透明感あるっていうか、うん、うわ、ここいいわ、飲みやすい、気持ちいい。いやいや、ハンモックって。あ、いいっすね。おっ、大丈夫だよ。カメラに撮るよ、この時は。撮れてる？自分で。多分撮れてる。知恵が足りないでしょ。賢い。よいしょ。はい、賢い。はい、賢い。はい、賢い。知恵の水。うん。賢さが3アップ。少し味が違うかも。あ、マジで？パワーの水がないとね。はい、パワーがないと800段、うん、この知恵で、この知恵の力で登ってみせます。あ、気持ちいいな。気持ちいいですよ、本当に。ここ本当に気持ちがいいですね、うん、パワー大丈夫。はい、神の力がつきました。大丈夫。
これが800段の階段ってことですか？そう、だいたいここからね、800段あると思うんです。硬い。なんかもう500ぐらいでいい、もういいやってなりそうで。リヘイでは 1.2 キロって書いてあるね。結構来たね、じゃあね。そうだね。うわぁ、来る来る。精一杯の強がり。いいショットパーブ。ありがとうございます。コロナの直前の撮ったの。はい。
ごい豪雨で、土石流で、こっちからドッと流れたんですよ。で、倒れたり、この先、階段がちょっと一部崩れちゃったり。あ、そうなんですか。土石流がドッと流れたんで、階段がとっても綺麗に白く掃除されたんですよ。あら、水洗いですか。そうそうそう。はい、この辺だから、すげえ綺麗になっちゃったんですよ。この辺、もう階段が長いので、崩れちゃったんですよ。うん、あらあらあら。このカーブからもう見えますから。あ、そうなんですね。うん、これ何確かに階段の方が来ますね。わあ、綺麗。あ、開けた。見晴らしがない。ここは本当に見晴らしが良い。あ、ここ鳥居峠からなんか朝一は雲海が見えるって。あ、うん、あ、雲海が、雲海スポットになってるみたい。へえ、うん、下の住人はね、ちょっと見えない。こちらの辺、こちらから、そうですね、流れて、うん、そこを通ってた感じですね。はあ。もうすぐです。あ、本当だ、見えましたね。ね、建物が見えた。そこまで繋がってたってことですね。
作った人もすごいな。モブ鉄道が一応メインにしてるんですけど、70年ぐらい前か。いや、スターランニング走るのはもうこの駆け上るってすごいな。こっちに迷わないために苦労をつけたけど、あっちが迷ったらいいんじゃない。足に来るな。あと何段でしょう。きついよな、階段きついっすね。気持ち勾配がきつくなってるような。もう上がったら絶対ソフトクリーム食べよう。売ってたような気がする。確か、そう、なんかコーヒーのセットみたいなのもあって、美味しいバームクーヘンとかあるんですよ。それで、ね、コーヒーとアイスのセットをね、夏来た時に頼もうと思ったらね、なかったっすよ。へえ。なんでですか。売り切れですかね。そういうメニューになかったんですよ。あ、メニューになかったんですか。あらま、見てみよう。坂井に怒らせよう。あれ。すはい、坂井さんに呼び出してます。誕生日プレゼントで。あと何段ぐらい。運転中かもしれませんね。1時間ちょっとぐらいだな。ちょうどいい距離なのかもしれないな。もう登り下から歩いて登るのと、あ、そっか、往復は嫌だな。往復そう、上で待っててくれる人がいるからこそ。ただね、いやいや、鍵はもう1番館内で降りますから。怖いっすわ。これを下るんでしょう。ワクワクだからね。動物が出たのかな。この前に、ね、来た時すごかったんですよ。はあ、上だけ食べた感じだよね。鹿とかですかね。そのね、働けないよね。目標に頑張りましょう。相手に感じさせますもんね。そうだよね。そうだよ。乗らなかった人だよね。そうですよ。動物っぽいですよね。うん。トリカブト、トリカブト、あ、あいつに食わせましょう。ね。あるへえ。ちゃんと動物はこれ食べないんですね。これもトリカブト。うん。へえ。
実物って初めて見た気がします、ね、ドラマでそれ聞いたことないもん、ね、確かに綺麗、もっと独々しい絵かと思った、紫色でとっても花綺麗です、どこにでもありそうな感じの花ですね、山に登ってみて結構あるんですよ、なんか子供がひょいっと積んできそうですよね、ね、あとちょっとだ。なるほど。今頃。今も巻いてくれてる。あいつが巻くんだ。しっかり残ってますね。ここがお店になってるのか。うん、こっちのなんか、じゃあ、あれが、レンガというかブロックのところが。あのお店も半分が切り捨て、半分が。ああ、ちょうど県境だから市の境目のところに。だからあのソフトクリーム食べに中に入ったら、さっき言ったこの登山鉄道の海鮮というか、はい、多分写真もね、あると思う、この急勾配を登るんだからね、そうですね、うん、わあすごい、景色もいい、上まで行くとね、ここ両サイドがちょっと狭いから、ここ曲がったあたりに見えるゴールテープの、レールのところの800度もありますけど大丈夫ですか、往復1500、600度ありますけど、こんにちは。容易じゃないですか、上がってくるの。めっちゃきついです。どこまでですか。ご浸水まで。ああ。かなり行ってみました。ご浸水ずっと下から来ましたから。で下から上がってたの。でも今ご浸水のところに寄ってきました。はい、寄ってきました。で下からだと何度あるんだろう、すごいな。あのでもご浸水のところだったら階段ないから。あ、そっ。うん。はい。山登りをしてる。ご浸水まで階段があるんで。あ、どうぞ。こっちの階段。あ、こちらで。やりっぱなしなんですね。そんなまあまあビールみたいな感じの。やった。いやいやいや。これから途中リタイアとできねえからな。リタイア。まで来ないね、そうそう。人生リタイアになっちゃうから。消防。お。
した。何回ですよ。いやあ、遠くまで見えますね、ほら。疲れたぜ。疲れましたね。達成感だ。高いから大丈夫。え？じゃあ全然つきませんって。どこの辺にいるの？来ないとソフトクリームが食えません。お金持ってません。まあまあまあ。ここで待ってましょう。あ、そうなんですね。へえ、雲海の名所みたいな。雲海の名所。おお。綺麗だ。頑張ったな。僕らどの辺から来たんですかね。あの辺とか。下の方に来た。はい。ちょっと今の間にこの木みたいにこう少し見えますね。ああ、あたりがあの駐車場とかあ、そうなんですか。結構来ましたね、そう見ると。結構来てるんですよ。頑張ったな、僕たち。そこら辺の山より高いもんね。高いよね、こう、ね、山々が見えるけど。疲れた。早いって。